今からですねオアシスロードスターミーティング2022を始めたいと思います。私、本日 MC を務めさせていただきます、クラブスタイルの丸山です。どうぞよろしくお願いします。トム・クルーズですなんでやねん。まあこんな感じで今日は関西風味で、ね、はい、行きたいと思いますので、はい、ちゃんと自己紹介して、はい、ESH の森川です。どうぞよろしくお願いします。シュー、はい、秋の開催は久しぶりなんですけどね、2年半ぶりに、できることになりまして、もう天気がね、めちゃくちゃいいんで、はい、日頃の皆さんの行いがいいのかなというふうに思っております。ちょっと毎年聞いてるんですけど、初めての人手挙げて。めっちゃ多い。おおすげえ。半分以上。そう。松田さん、ロードさん売れてる。素晴らしい。マーケティングリサーチ。売れてる。すごい。5回以上の人。あ、常連さんありがとうございます。10回以上の人。素晴らしい。ありがとうございます。20回以上の人。もうほぼ会長の人。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。あとね、遠いとこから来た人、遠いとこだ、誰？我こそはっていう方、はい、どちら？鳥取を超える人。あ、あちら。どこ？横浜。あ、えらい微妙やな。いやいや、でも遠いよ、鳥取よりは。他には、まさかの沖縄とか。ほらね、鳥取か沖縄ぐらいのところから、横浜。ああ、ごめん。横浜ね、うん。横浜ぐらいから来ていただいてありがとうございます。はい。まあ、関西の人が多いんかな。うん。わかんないけど。はい。まあ、とにかくね、こんないい天気なんでね、今日は松田さんもいらっしゃってますんで、後でいろいろ話聞いたりして楽しんでいただければいいのかなと思います。その前に、ちょっと注意事項とかいろいろありますんで、さーっと言ってきますんで、聞いていただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい。それから、ショップさんですね、ブースはですね、向かって左手、こちらの方に、ございます。今日は松田ファンフェスタにもかかわらずですね、たくさんのショップさんが来ていただきました。松田ファンフェスタ出えへんのか言われたのに、いや、オアシス行くわ言うた人がこっちに来ていただいてますんでね、ぜひたくさん買って行ってあげてください。はい、寄ってください。まあ密にならないようにね、その際は注意して、お買い物を楽しんでいってください。注意事項とご案内は以上になります。そしたら今日は、はい、今日はですね、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、松田さんが松田ファンフェスタにもかかわらず、おっとオアシスに来ていただいてますんで、はい、ちょっと登壇してご挨拶いただこうかなと思っております。どうぞよろしくお願いします。どうも、はい、皆さん拍手でお迎えください。どうぞなんでこの出場なんですか。この辺の芸細かいでしょこの辺の気にしだすのうち日本一だと思ってるから、この美人もね、はい、ララ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 ラ、はい、皆さんもう一回拍手いたします。別にだから俺がおかっぱじゃっていうわけじゃないんだけどね、徹子ではないんですけど、はい、はい、じゃあそういうわけで、ちょっとマイクを回していただいて、これ聞こえますかね。自己紹介を、はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。普段はですね、大変お世話になってます、松田で国内を担当してます東堂と申します。平素はですね、ロードスターへの熱く深い愛情を注いでおいた、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。また今日はですね、素晴らしい天気のもと、久しぶりのオアシスロードスターミーティングの開催、本当におめでとうございます。私も出身が兵庫県地元なんで、本当に嬉しく思ってます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ロードスターの主査を担当しています斉藤と申します。19年に中山から引き継ぎました。今回オアシスは初めてなので、ぜひ皆さんといろいろとお話できたらと思います。よろしくお願いします。はい、ロードスターのですね、プロジェクトマネージャーというのをやらせていただいています、杉本と申します。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。マツダロードスターのですね、新しいチーフデザイナーを担当させていただいてます岩内と申します。今日はですね、皆さんのロードスターいろいろ見せていただいてですね、次のデザインにも生かしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。マツダ国内商品マーケティング部の河野でございます。よろしくお願いいたします。担当しているのはですね、国内のマーケティング領域になります。今日はですね、ぜひもう本当に絶好のイベント日和ですね。ぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。同じく国内商品マーケティング部の東でございます。本日はですね、このポストカードを皆様にお配りしたと思うんですけども、ささやかながら私たちからの記念品といたします。そしてですね、その思い出の一部をぜひ裏面に案内が書いてあるんですが、インスタグラムで共有していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。同じく国内商品マーケティング部でロードスターのマーケティングを担当してます大関と申します。今日はですね、皆さんのロードスターの思いをぜひ私に話しかけていただいて、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、以上7名の方ありがとうございます。やっぱりね、松田さん上がっていただくと盛り上がりが違いますね。はい、時にまるちゃん、なんかあるけど、そうそう、これ斉藤さん、ひょっとしてロードスターですか？はい、広島から僕ら7人来てですね、さすがに手ぶらはないだろうということで、お土産を持ってきました。なんすか？もみじまんじゅうじゃありません。ロードスターですかこれ？はい、軽トラじゃないよね。もしもし、この11月17日に発表される新機種です。新機種、はい、それをぜひ発表前に今日集まりの皆さんにお見せしたいと。オアシスが初、オアシスが初、オアシスが初ですよ、はい、素晴らしい、超特別にお持ちしました。特別にね、はい、じゃあ今からちょっとね、アンベールしたいと思いますんで、練習しましょうか。3、2、1、アンベール、オープン。3、2、1、オープン。ね、斉藤さんに3、2、1って鍵をしてもらうから、皆さんでオープンって言いましょう。それでアンベールします。はい、まずな、ちょっとごめんごめん、そんな前のめりにならんでいいから、練習するから。練習するよ。じゃあ斉藤さん、3、2、1って鍵を。3、2、1。オーケー。そんな感じ。これでいきましょうか。それでオープンせんかってよかったね。はい、じゃあ本番いきましょう。はい、はい、はい、お願いします。3、2、1、オープン。オアシス初。なんかめっちゃ変わってません？変わってないですか？変わっちゃった。めっちゃ変わってるらしいので、めっちゃ変わってる内容は昼からのトークショーに、で語っていただきますので、このみんな聞いてる？みんな聞いてる。このね、ロードスターはずっとここ収集置いてますんで、これ終わった後も後でじっくり斉藤主さんの変わったところを聞きながら見てもらうとかね、そんなしていただいたらいいと思いますんで、よろしくお願いします。みんな聞いてる、みんな聞いてるか。なんかね、ボンネットの中も気になるけどな。そうですね。まあそこら辺は午後。はい。はい。じゃあ、午後からもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、どうも。ありがとうございました。どうぞこちらの方に。どうぞ。降りるとき気をつけてください。お気をつけて、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあですね、混乱しておりますけど、このまま午前イベントここでありますんで、午前イベントに出る人いろいろもらえますんでね。すごいなギャラリーが。午前イベントも楽しんでもらえたらと思いますけど、皆さん聞いてますか？大丈夫ですか。まあこうなるよ、はい、うん、午前イベント出る方はこの辺に来てください。そうですね、はい、ステージ前にお集まりください。で、午前イベントはね、投資のイベントじゃなくて、クイズ5問ぐらい出して、はい、5問が1問が終わるごとにこう景品出していく感じなんでね。トイレ行きたい人は途中で抜けてもらったり、トイレから帰ってきたら途中から入ってもらったりすることもできますんで、よろしくお願いします。途中参加、途中退場可能なイベントになってます。なんでこんな人気あるの？これロードスターやで。大丈夫？みんなと一緒で、タイヤ4つあるから、5つも6つもついてへんから。普通の NG ロードスターで大丈夫。一緒一緒。集合写真ってどのタイミングでしたっけ？最後。はい、じゃあ
これ大丈夫か、うん、はい、もうここでやるで始めちゃおう、やるで、はい、はい、豪華景品もあるのでね、豪華景品もある、皆さん参加してください、よろしくお願いします、はい、じゃあ、午前イベントちょっとやりたいと思います、はい。